レイジング M50 は第二次世界大戦中にアメリカ合衆国で開発された短期間銃である。アメリカの参戦後、急激な需要の増加のため供給が滞っていたトンプソンサブマシンガンの代用品としてアメリカ海兵隊などが純正式装備として採用した。主に太平洋戦線で使用されたものの信頼性の低さがしばしば指摘され、 トンプソンなどが普及する1943年頃までに、前線では使われなくなった。一方、安価かつ攻めーと射撃時の精度に優れるという特徴から、警察向け短期艦銃としては一定の成功を収めた。M50 の構造図。重心の下に設けられた部品が、コッキングハンドルである。レージング M50 は、安価な中折れ式回転式拳銃で有名な、 ハーリントンリチャードソン社が1941年に発売した。競合製品であるトンプソンサブマシンガンよりも軽量かつ安価だった上、戦時中にはトンプソンのほとんどが陸軍に優先供給されたため、短期間銃の調達を試みる各地の警察から注目を集めた。ディレードブローバック方式を採用し、クローズドボルトから撃破するなど、 他の軍用短期艦銃とは異質の機構を備えている。このため、セミオート射撃時の精度に優れたほか、短期艦銃としては軽量であった。しかし、機関部との摩擦抵抗で、ボルトの交代を遅延させる方式は砂やホコリに弱く、頻繁な整備を必要とした。注油が求められたことも汚れによる不良を引き起こす原因となった。これらの欠陥は、 太平洋戦線で特に問題となった。20連発断層はダブルカラム、シングルフィード式だった。構造上、マガジンリップのわずかな変形、破損さえも銃の動作不良の原因となった。12連発断層は大きさは20連発断層と同一だが、側面に大きなくぼみを設け、シングルカラム式に改められている。 相談数は少なかったが、20連発断層よりも信頼性が高いとして、12連発断層を好む使用者も多かったと言われている。また、一般に、この種の重機において上部に設けられる、コッキングハンドルを重心下部に埋め込んだことも、清掃や整備における不便を生み出すこととなった。細部の仕上げの違いから、コマーシャルモデルとミリタリーモデルの2種類に分けられる、こともある。 これは戦時中に増産のための設計変更が随時加えられたことによる下であり、軍部や H&R 社はこうした区別を行ってはいなかった。M50 で武装したアメリカ沿岸警備隊の兵士友人レイジングが設計を手掛け、特許は1940年6月28日に取得している。レイジングは射撃競技選手でもあったほか、 ジョン・ブローニングの下で M1911 ピストルの設計に携わった経験もあり、当時は有能な銃器設計者の一人として知られていた。ヨーロッパでの政治的緊張の高まりを背景に、レイジングが最初に短期感銃の設計に関心を持ったのは1938年のことである。1940年には自らが設計した短期感銃を H&R 社に持ち込み、1941年3月には M50 として製品化された。1941年12月、日本軍の真珠湾攻撃を受け、アメリカは第二次世界大戦に参戦し、軍部による各種自動火器の需要は急増した。この際、トンプソン m 1 9 2 8 a 一短期艦銃の不足を補う製品として、 M50 が注目された。アメリカ陸軍では参戦に先立つ1941年11月に M50 の最初の試験を行ったが構造上の問題に由来する故障が指摘された。1942年に行われた2度目の試験では3500発の射撃において2度の故障が起こった。結局陸軍では採用を見送ったが アメリカ海軍及び海兵隊では、トンプソンの供給が陸軍に優先され、短期間銃の調達がより困難であったこともあり、M50 の純正式採用が行われた。海軍及び海兵隊はまた、M50 がいくつかの点で、トンプソンに勝っているとみなした。M50 はトンプソンよりも低コスト、軽量であった。重量のバランスも良く、セミオート射撃時の精度が優れていた。 折りたたみ式重傷を備える M50 は M50 の採用後当時編成中だったパラマリーンズ向けの装備として開発された。重傷が折りたたみ式であり生態機が取り除かれている以外は通常の M50 と同様の設定である。超重心を備える半自動カービンの M60 は1942年に発表された。これは短期間銃の配備をあまりにも 威圧的、または政治的に不適切と捉える法執行機関からの要望に応えたものと言われている。H&R 社のカタログには軍用、警備用、あるいは優れたスポーツライフルとして掲載されていた。1942年8月7日、第一海兵士団によるガダルカナル登場陸の際、初めて実戦に投入された。また、同時に行われた マリーンレーダーズ第一大隊による津波島と田南保5時前の攻撃でも M50 及び M55 が投入されている。前述した機関部の欠点とコッキングハンドルの特殊なレイアウトによる問題は太平洋戦線のジャングルで顕著に現れた。もともと整備に余裕を持てる環境を想定した設計だったこともあり、戦場における M50 の信頼性は 極めて低かった。ガダルカナル島で戦うレーダーズ第一大隊を率いたメリットエイドソン中佐は部下に M50 をルンガ側に投げ捨て信頼性の高い M1903 小銃を使うよう指示した。信頼性の他にも前線では多くの欠点が指摘された。例えば小さな部品や複雑な部品が多く分解及び組み立てが困難だったこと、 ボルトのホールドオープン機能がなく、日常整備にも支障があったこと、コッキングハンドルが下部にあり、操作時にスリングが邪魔になる可能性があったこと、夜間にセレクタセーフティレバーの位置を把握しづらかったこと、製造中の設計変更のために、15との一部部品の互換性が失われていたこと、などである。前線では1943年末頃までに使われなくなっていたが、以後も、 海軍の水兵や海兵隊の広報部隊、沿岸警備隊などで使用された。また、レンドリース計画の一環として一部がイギリス、カナダ、ソビエト連邦にも供給された。M60 は15の工場や発電所、物資集積所、橋などの警備にあたる職員向けに配備されていた。レイジングを手にする保安官法 M50 及び M55 は 1945年の終戦に伴い製造が中止された。およそ12万丁が製造され、このうち3分の2程度は海兵隊に配備されていた。M60 は民生市場向けの製品として引き続き製造されたものの売り上げは振るわず、1949年に製造が中止された。バトフの記録によれば、 M60 の製造数は5142兆であった。H&R 社は在庫として残されていた M50,50 を国内各地の警察や刑務所向けに販売した。セレクティブファイア機能を備え、セミオート射撃時の精度に優れていたこと、及びトンプソンよりも安価であったため、警察、刑務所からはおおむね好評であり、1950年には製造が再開されることとなる。 1957年の製造中止までに5,500兆程度が追加製造された。また、1960年代には2,000兆程度の M60 が外国向けに製造された。設計者のレイジングは戦後のインタビューの中で自らが手掛けた M50 について触れた。レイジングは少なくとも戦時中に海軍省から正式な苦情を受けたことはなかったと述べ、 巷で言われている悪評は、エドソン中佐の逸話におひれがついたものではないかと推測した。一方、15との部品の互換性が失われ、交換部品の調達に支障をきたしていた点は、認めており、早急な製造が求められたことによると説明した。ありがとうございます。